私には話などない。帰ってくれ。なぜだ。本当におかしい主だな。いろいろあるから長くなるかもしれないが、いいか。わかった。どこから話せばいいのか。かつて仕えた主はすごく戦上手な人だった。連戦連勝で負け知らずだった。ああ、軍が大きくなればなるほど規律が必要。気づけば規律は数えきれないほどの数になった。砂防の時のような矛盾した規律もたくさんあった。ああ、それと酔っ払いに絡まれた時のような、どちらかを守ればどちらかを守れなくなって、どちらを守ることが正しかったのか、常にそんな悩みが私を縛りつけて、私は思うように動けなくなっていた。それを見かねたのか呆れたのか、かつての主自体が決まりに縛られるような人じゃなかったからか、好きに動くのを許してくれた。俺が朝日ならお前は雲だ。どちらも人が縛ることなどできません。だからお前は雲のように自由に生きろと。なぜかはわからないが、無性に嬉しかったんだ。おかしいだろ。それはいいが、何をするんだ。なぜしおりを破り捨てるんだ。どういうことだ。主、質問の答えになってないぞ。主。